皆さんこんにちは、それでは今からアートイラストレーションコースの説明を始めていきたいと思います。私、アートイラストレーションコースの柳田と申します。よろしくお願いします。まずはですね、崇城大学芸術学部美術学科に新しいコースが誕生しました。それがアートイラストレーションコースです。熊本でですね、イラストを学ぶことができるようになったわけですね。皆さんのいくつか選択肢があると思いますけども、崇城大学もぜひ一つ入れていただければと思います。アートイラストレーションコースの特徴としては3つあります。1つ目、イラストレーションを基礎から学べる。2つ目、デジタルツールを使った授業がある。3つ目、多様な場面で対応できるカリキュラムがあるということですね。1つずつ見ていきましょう。1つ目、イラストレーションを基礎から学べるというところです。絵画理論から徹底して描く力を身につけていきます。初心者でもですね、安心してイラストレーションを学ぶことができます。美術部じゃないけどなという人、ぜひ安心して、アートイラストレーションコースに来てください。それでは2つ目はデジタルツールを使った授業があるということですね。デジタルツールを使った授業でデジタルイラストレーションを学ぶことができます。デジタルスキルでこういろんな業界とつながっていけるようにですね、スキルを身につけていきます。3つ目、多様な場面に対応できるカリキュラムがあるということです。描く力をつけるだけじゃなくて、それを仕事とつなげていく、これが非常に大事かなと思います。で、様々な業界の人を講師として招いて、プランニングとかマーケティングなんかも考えながら授業を展開していくということですね。そして、最終的にはですね、純粋に作品として制作するもよし、デザインの一部としてイラストを制作するもよし、キャラクターデザインや絵本なんかも考えられると思います。そしてそういったことから期待される進路というのが、イラストレーター業界はもちろんですけども、ゲーム業界やアニメーション業界、それからますます発展していきますバーチャルリアリティ業界だったり、さまざまな業界とこうつながっていきながら、自分の作品ってどうなのかなっていうのを見ていけるのかなと思います。そしてそういったことをまとめるとですね、アートイラストレーションコースというのは画材や技法を問うことなく自由な表現を目指すことができて、ファインアートとしてもコマーシャルアートとして展開することも考えられる自由度の高いところが特徴にあるということですね。アートイラストレーションコース気になった方はぜひですね、崇城大学のホームページの方をご覧いただきたいなと思います。アートイラストレーションコース、ぜひよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。